なんていうの、救いみたいな感じですね。そうじゃなかったらねえ、絶対揺らいじゃうこともあるだろうし。そしてデュラについて思わぬことを話し始めた。本当ありがとうございます。ありがとうございます。引き続きとりあえず明日、はい、まあ明日は何にせよ大事ですからね。あ、そうですね、ね、はい、デュラー撮る、はい、あれ2992っていうタイトルに変わったんですけど、要は1992年生まれがまあミレニアムパレードしてったらまあ1000年後だから2992年っていうタイトル。まあでもそれが2992年に残ってたら面白いですよね、その作品が。頑張んないと。ない感。ここにね、オール足してんだよね。あ、今。あ、違う。2992の作詞を担当したエルムホイと直前まで歌詞を考え続ける。Like we all。Like we all。まあ俺たち92年生まれだし、ちょうど1000年後ってことで、ね。まあ、私たちセンサーになってたぐらいの感覚で。その時ぐらいに生きてる人に対して今思ってます、こういうことを考えてますみたいな感じの混沌とした現代から千年後の未来へ、音と言葉を紡いでいく。もっとストーリーテラーな感じなのか主人公系なのか。主人公系ね。この曲つかみきれてないんだよね。入りきれてない感はあるの。そうなの、うん、それはね、聞いてても感じるでしょ、うん、なんかわかんないんだよね。何がベストか。そう、なんか何がベストかっていうよりかは、うんうん、この空気感がなんか自分がわかんなくて、なんだろう、いや歌詞はすごい自分で書いてるかわかるんだけど、うんうん、それと 曲とのなんだろうね、まあ、空間広いからね。そう、感情とかじゃないじゃん、うんうん、ちょっとそれがなんかどの感情なのかなっていう。
なんか説明すんのむずいから、音に何ハマる一番ベストなやつがいいけどね。そうだよね、うん、むずいよね。この曲が多分めちゃくちゃ難しい。もうすでにサウンズグッドではあるけどね、うん、なんかお行儀良すぎる気もする。いや、オケのちょっとよくできた感じとかも綺麗なね。そうそうそう、ポップスオケアレンジのこの爽やかな感じみたいなのが今、うん、なんか空気が淀みがない感じがありますね。もっと汚したい、まだまだ長そうっすよ今日は。はい、12時までに終わります。いやー、はや、巻いてこ、うん、あ、これ、あ、これ、どういう、あー、カメラの冷蔵庫入れます？濃いね、これ結構入れてから経ってんね、これ結構経ってると思う、夜だから。あ、そういうことか。あんま飲まほうがいいかも。モニターバラしたっぽいっす。あ、バラしたっぽい。